JR 根室本線別府川駅の駅前にやってきました。ここね、海抜77メートルで意外と高いんですね。ここには何だろう、野鳥の宝庫、風蓮湖、別府川って書いてあります。そして、これが駅前通りですね。駅前にはね、一応家がありますよ。素晴らしい。やっぱり駅前に家がないとかね、ありえないですよね。そしたらね、駅舎の中入っていきましょう。ここもね、駅ノートがあるはずだ。よし。そしたらね、一旦カットして、はい、駅ノートの確認の方を行っていきます。はい、ちょっと手短に見ていきましょう。強くなりたい、強い心。なんかイスラム圏からやって来られた方がいるそうです。長文ですが私は読みません。興味のある人読んでください。長文ですが、私は読みません。興味のある人は、読んでください。はい、まあ、ここで終わりかな。よし。2017年、もっと、7月22日、インターバン6304、駅、現地調査、YouTube で検索と。はい。そしたらね、手短にホームを見ていただいて、電話番号を書いてあるけど何なんだろう。駅舎はね、綺麗ですよ。で、発車時刻表はこんな感じ。駅舎はね、レモンイエローです。レモンイエロー。本はね、もちろん言うまでもなく、一面一線、防線駅、長さは多分2行分ですね。あとね、色が薄くなってますが、駅名表と駅舎を収めて、サムネイル、まあ。この白い空が入るのがいい感じでしょうか。あ、これいいかな。こんな感じにするか。この濃い霧がね、また宗谷本線とは違った趣を出していると思います。それでは次行きましょう。